よいしょ、元に戻すっていうかね、元に戻すっていうよりも、なんだ、ボコーダーを使ってないっていうだけなんだけどね。あのね、ボコーダーがね、これ、あ、声出てんのかな、声出てんかな、よいしょ、はあ、はあ、はあ、出てるかな。今、マイクチェックです。今、マイクチェックをしていますよ。はい、あ、出てるみたいですね。多分出てることでしょう。はい、出てると思ってますよ。思ってますが、出てると思ってるだけじゃダメなんですよね、多分ね。ちゃんと出てますね。はい。はい。いつもね、リアクションが少ないですからね。はい。よいしょ。あ。なんかね、またスパムがいっぱい来てますね。もうスパムしか来ないですね。そろそろスパム以外のものが来てもいいんじゃないかと思うんですけど。まあ、そういうわけにはいかないみたいですけどね。はい。それでは、さっきね、BG、音を上げるの忘れてて、ええ、プレイバックのね、ボタンを押してたんですけど、また今日もすぐ音が、今日はね、電池がすぐなくなった、電池がなくなったら終わりますよ。ええ、なんで、今日はネタがあるよ。今日はネタがあるよ。な、今日はネタがある。あれ？あれ？だって。今日はネタがあるよ。今日はネタがあるよ。ネタは新鮮だ。なぜならばさっきスキャンしたばっかりだからだ。そしてスキャンしたばっかりだっていうことは、何？あれができてないんだよ。あれだよ。あれができてない。何？ちゃんと書いてないの。じゃあ行くよ。はあ。さあ、どうだ。はい。タイミングずれてるね。なことで、こいつ、ルードルフィリアの、今日はあれをしたのよ。なんかね、もうちょっとね、時間に余裕があるっていうかね、やってたはずっていうか、なんか今日仕事してないんだけどさ、なんか時間なかったんだよね。で、ボソボソ喋ってるけど。それで、交番表を作りまして、で、大したことないけど、まあ、目安出すな。目安出す。目安。自分が何取るかっていうだけの目安と、多分ね、よりを忘れるんだよ。アップを忘れることが多いので、アップを取るっていうのを、の覚えをちょっと書いておくっていうの。あと、どこで取るかですね。どこで取るっていうか、まあ、それまたそのうち話すよ。そのうち話すよっていうか、あんまりね、言えないとこっていうか、まあ、ここで取ってますよっていうと、ちょっとつまんなくなっちゃうところで取るので、まあ、いちいち言わないけどね、なとこで取るわけですよ。おいで、取るのはまあ、取りゃいいわけですよ。取りゃ取れますやん。そうじゃなくて、こちら。こちら。
これ前以前書いたんですけど、羽の生えた猫がちょっと登場する、まあ、ちょっとね、これは若干太ってますけど、まあ、太った猫にするつもりはないんですよ。ないんですけども、まあ、こんなのにしようかなって思ってたわけですよ。でもね、なんかね、まあ、実際さ、この羽の生えた羽猫がなんかっていうのは、なんかギリシャ神話的なのでもネタとしてあるのね。だからそう目新しいもんじゃないんだけど、なんかね、なんかねと思ってて、なんていうのかな、こうかな、ああかなっていうので、なんか羽は欲しいんだけど、この羽じゃないなと思ってて、なんかね、違和感があってね、ただ生えてたらいいわけじゃないしね、思ってて、でこの羽生えてるってどういうことだろうとかちょっと考えたわけですよ。物理的っていうかね、この羽生えてるっていうのは骨格がいるわけですよ。ちょうどこの辺りなんかね、関節があるわけですよ。この棒ね、この棒っていうか、このこういう具合にこうなってんじゃん、こうなってるね、この縁のところのとこって関節が入ってるわけですよ。要は骨ですよ。骨があるっていうことは、まあこれのこと一時考えることはないんだとは思うんだけど、骨があるっていうことはこの骨格がいるわけですよ。まあ骨と骨格一緒だけどさ。ってするとさ、普通の鳥って羽って手なんだよね。手が羽に変化というか進化というか、してるわけですよ。だからこの猫って手というか足というかが、なんていうの、要するに4肢じゃなくて6肢あることになるわけだね。でなんか嫌だなって、それはまあ常々ね、まあ思ってたわけですよ。こういう羽がある的なものってね、嫌だなと思ってて、で羽は羽にしたいなと思ったわけよ。でそういや、なんか一応さ、これこういうこんな感じで蝶が出てくるというかなので、じゃあ蝶の羽でいいんじゃねえかと思って、でさっき書いてたのがこれじゃなくてこれですよ。こういう風にしよっかなと思って、でしようかなと思ってね、猫に羽、蝶の羽をつけたらどうじゃないかと。でそうすると、まあ、ちょっとこれね、位置が良くないっていうか、取ってつけた位置から出てるんで、もうちょっとなんていうの、今ここですわ。今ここなんですけど、これじゃなくて、この辺、このちょうど肩の辺、後ろぐらい、この辺かな、ぐらいから、まあ、出てるといいかなと思ってて、で、まあ、これじゃないかなと。で、ただ、このクソでかい蝶の羽はないわけですよ。ね、蝶自体がそんな大きなものじゃないか、手のひらサイズやないですか。よういても両手ですよ。ね、なのにちょっとでかいの嫌だなと思ったんだけど、けど蝶の羽ってことは、まあそこに筋肉は必要だけど、この初めのね、体とくっついてるここにはね、必要だろうけど、別に羽自体は別に骨格がなくてもいいからいいんじゃないかなとかって自分の中の納得なんだけど、いいんじゃないかなと思って、まあどっちみちバランスは悪いしね。でなんか透けててね、なんかキラキラしたのが周りにあったらちょうどいいんじゃないかと。で、これかな、まあ若干分かりにくいですけどね、こんな感じにしてみたいなと、まあ、なんかバランス的にもいいんじゃないかと思ったわけですよ。ってのを
何時間か前に、思いついたというか、そうじゃないかなとかってなことでした。あとはね、なんかちょっと体つきっていうか体格がね気になってて、でこいつがっていうか、こいつをなんかね、なるだけっていうか、毎回出せたら出したいんだけど、毎回出せそうにないんだな、そういえば。毎回出せそうにないけど、なんとかして、3回とも出したいなっていうふうに思っております。はい。2回、一番最後のやつはアニメなんで、まあアニメで出しゃいいんだけど、で、1回目のやつもさらっと出すぐらいだったらいけるけど、真ん中のやつが一番困るかな。うん。実写なので、実写みたいに見えないとおかしいじゃんね。それだけなんか絵で描きましたっていうのは嫌だから、ここがなんかあれかな。困ってるかな。うん。どうやって出すかでね。うん。なんか、あ、別に本物が出なくてもいいんだよね。絵が出てもいいんだよね。そういえばね。そっか、そういう手があるか。絵だったら絵だもんね。そっか、そうしよっかな。はい、ってなことを考えつつ、作ってますよ。だから、考えながら作ってますな。作りながら考えてるというか、考えながら作ってない、作りながら考えてますな。なあ、行き当たりばったりですよ。で、なんだっけな。まあそんな具合にして作ってますよ。あとはなんか知らない知らないって言い方いいんだけど、知らない。うん、まずとりあえずこれを頑張って作ると。で、明日か明後日なんかまたね、ちょっとやってる仕事みたいなことっていうか、やってるやつがまたラジオやるので、聞ける人は15時、午後3時から15分じゃなくって15分も短くない55分間何ですかね、80.0MHz だっけ、で TFM じゃないところが、ラジオの番組やってますんで、聞いてねと。そっちを聞いていただければ、多くの仕事も増えるんでね、頑張っていただきたいなと。頑張っていただきたいなっていうかですな、頑張っていただきたいですよ。ということで、スカンクラジオビジュアライズ2012年2月16日はこれにてお開き。じゃあねー。